まあ、アーバンギアなんですが、はい、ローデストとは何が違うのということなんですけども、はい、ローデストは現行モデルにあるモデルでして、もともとの、生まれというか発祥はアクセサリーパーツをつけて、まあ、ドレスアップするという形の、はい、生まれでした、はい、で今回のアーバンギアは最初からこういうスタイリングの外観の車を作りましょうということで車両全体でデザインを起こしてきたということで、はい、まあ、どちらもあの見た目としてはエアロタイプのという大きな括りにはなるのかもしれませんけれども、はい、あの生まれがそのドレスアップという形で作ってきたローデストと、はい、今回は車両1台のトータルの中でデザインされたアーバンギアという形になります、はい、まあ、この辺の違いがありますよという話を伺いましたが、はい、続いてこれもう言っちゃってよろしいですかね。 LED ヘッドランプなんですが、はい、雪道を走行中に雪がライトに積もって溶けない気がしますが、雪道走行は問題ないですかといただきました。はい、はい、寒冷地ですとか、はい、その辺の試験をしっかりやってますので、ええ、現行モデルと性能としての差はないです、うん、ということを確認しています、はい、ただLED のヘッドライトを使ってますので、はい、従来モデルだったりあのハロゲンタイプのものに比べると、はい、熱を持ちます、そうなんですよね、溶けるというのはありますけれども、そういう意味ではこの LED タイプの新型 D5 というのは、はい、溶けにくいというところはあるかもしれませんけど、はい、その雪のつき方だとか、はい、あとはホイールハウスだとかバンパーの下の形状も工夫してまして、はい、自分の車でこう雪とか巻き上げるのを少し抑えてますので、はい、そういった工夫もしていますので、うん、実用的な確認はしております、はい、まあ、これからね雪のシーズンになりますと、ね、この新しいデリカで雪山になんていう方もいるかと思いますけどもね、はい、はい、まあ、その辺も安心して走行していただけると、はい、先ほどの走行シーンでも雪の中を走ってるシーンがたくさんあったと思います、はい、はい、雪の中、まあ、積雪地での確認もやっております、うん、はい、分かりました。さあ、この後もですね、皆さんからの質問や、リクエストなど、随時受け付けてまた質問していきたいと思いますが、じゃあ一旦おかけいただきましてですね、はい、引き続きお話を伺っていきたいと思います。はい、まあ、ちょっとここからは大谷さんのパーソナルな部分にもこう質問っていこうかなと思うんですが、まあ、今まで大谷さんはどんな車の開発に関わってきたんですかということをまず聞いていこうかなと思います。はい、また私がこの車の、はい、企画開発に携わったのは去年の春からなんですけれども、はいはい、それ以前はですね、パジェロスポーツというちょっと日本では売っていない SUV、はいはい、ですね、パジェロとアウトランダーの中間といえばいいんでしょうか、パジェロスポーツという SUV の、はい、担当をしていました。あ、まあ、デリカ、この新型デリカはじゃあ去年の春から で、はい、そうです、その前はパジェロスポーツだった、はい、ということだったんですね、はい、はい、というね、まあ、ちょっとそういう今までの過去のちょっと大谷さんを聞いていましたけれども、はいはい、さあ、もう一回じゃあデリカ D5 の、ね、はい、話に戻したいと思いますが、続いては走行性能のお話なんかも聞いていきたいと思いますが、はい、まずそういったあたりの開発コンセプトについて聞かせていただけますか。はい、走行性能についてはこれ開発のテーマってスライドをご用意したんですが、こちらですね、今出てますね、はいはい、開発コンセプトとしまして、特にその動力性能面で3つの回というテーマで取り組んでまいりました。ディーゼル、まあ、ディーゼルの改良をしていますので、ディーゼルの改良と 8AT による加速フィールという快速、はいはい、それと新しく開発しました新8AT のシフトフィールや、はい、電動のパワーステを入れました、はい、ハンドリングの良さという軽快さ、はい、それと静粛性、まあ、ディーゼルですとかその辺の、はい、音を下げましたので、そういった静粛性や、はい、室内の乗り心地改善といった快適、はい、この快速、軽快、快適という3つの回を1つの、はい、
テーマとして、うん、取り組んできました、はいはい。まあ、私もさっき同乗体験をさせていただいたんですが、ですね、まさにこの3つがポンポンポンと当てはまるなという、ね、はい、感じがしましたね、はいはい、非常に心地よかったです。加速も、はい、ハンドリングも、まあ、僕試乗させていただいたんですが、はいはい、とても快適でしたし、もちろん静粛性乗り心地もね、そうですね、はい、乗っていただいてエンジンをかけていただいてから走り出してからスピードを出してからっていう、もう乗ってもうどんどんその進化が分かるような感じだと思います。はい、分かりました。ぜひまだね、乗られてない方いらっしゃったらぜひ体験してみてください、ね、はい。さあ、それから、まあ、4WD の性能なんですけども、先ほどね雪道の話もありましたが、はい、この辺はどうでしょうかね、新型デリカ D5。 はい、オフロードの走破性というところで言いますと、はい、基本的には現行デリカの電子制御の 4WD というのを継続はしているんですけれども、はい、それに加えて、走行性走破性をさらに高めたものとしましては、はい、先ほども出ました8速 AT、はいはい、これの1速、まあ、ローギアを従来モデルよりも、うん、はい、よりローギア化してますので、はい、アクロで その走破性が高まってます、はい、それとこういう急な坂道ですとか、ね、そういうところでも の走破性が高まってます。で今これで見ますのは、はい、先ほど申し上げました電動のデュアルピニオンのパワーステアリングっていうのを今回から入れまして、はい、今までのは油圧、まあ、現行モデルは油圧のステアリングだったんですけども、はい、今回は電動パワーステアにしました、はい、で非常に軽快なハンドリングができますし、もう一つはデュアルピニオン、デュアルピニオン、デュアルピニオンと言いまして、ですね、はい、普通はステアリングからシャフトが出て、はい、ギアを回して左右のタイヤの方向を変えるっていう形なんですけども、デュアルピニオンはそのアシストするモーターのギアが助手席側の方寄りについてまして、ギアが2つあって、それぞれ その左右輪をこう操舵をするという形になってますので、非常にしっかり感、操舵感のある、軽くなってるのと同時にしっかりした操舵ができるステアリングフィールになってます。ただただ軽いだけではないということですね、はい、そうですね、ふわふわ感というのはないですし、はいはい、しっかりした手応え、重いという意味ではなくて、はい、手応えのあるリニア、うん、リニアというとちょっと難しいあれかもしれませんけど、はい、しっかりした手応えのあるステアリングフィールになっていますね、はい。まあ、今ステアリングの話がありましたが、ね、ちょっと話戻るかもしれないですけど、ちょっとエンジンの、ね、性能についての話をどうでしょう、はい、聞かせてもらえますか。はい、はい、エンジンはまずはですね、はい、まず性能の方で言いますと、はい、フリクションの低減というのをやりました、はい、でフリクションの低減でいろんな中のものを軽量化するですとか、はい、あとはインジェクション、燃料噴射をするインジェクションを新世代化するですとか、はい、燃焼室の形状を変えていくですとか、あとは圧縮比を下げる、はい、こういったところまでやって、騒音とかも下がってますし、あとはトルクも非常に大きくなりました、はい、今までは360ニュートンメーターということで、まあ、それも非常にミニバンの中では大きな、はい、力を持っているエンジンだったんですけども、うん、それを380まで20ニュートンメーターほど大きくして、はい、非常にまた力強い加速やマクロの走破時とか、これにも対応できるようになってます、はい、っていうのが一つと、まあ、もう一つはやっぱりクリーンさをさらに上げるということで、はい、尿素 SCR システムというのを、初めて採用しました、はい、三菱として初めて採用しました、うんうん、はい、まあそのね、これは排ガスの中に含まれる窒素ガスを、はい、アンモニアを尿素 を,、うん、を吹きつけることで、はい、まあ、無害なものに変えていくと、クリーンにしていくというもので、まあ、欧州メーカーのディーゼルエンジンが多く採用しているシステムですね、はいはい、まあ、本当先ほど話があったように時代とともにそういったところにもこう、ね、対応していくということですよね、はい、はい、まあ、それから時代の流れというと、最近ではその安全性能ですかね、はい、そうですね、そういったものも非常に注目されていますが、はい、Eアシスト、さっきも私も説明をしたんですが、はい、もう一度大谷さんの方から詳しく聞かせていただけますか、はい、
リストガールと説明がしやすいです、ね、あ今モニター出ますかね。先進の安全コンポーネント安全技術というのを多く採用しました、はい、一つ目は、衝突被害軽減ブレーキ、まあ、当社では FCM と言っています、はい、緊急時にブレーキをかけに行くものですね、はい、それもありますし、それの中には今回は歩行者も検知する仕組みも入れております、はい、それともう一つはレーダークルーズですね、はい、レーダーを用いまして先行車との距離を測って一定スピードで、はい、追従していく、はい、で先行車が、まあ、スピードを上げる下げるいなくなる、はい、新たに前に入ってくるって、うん、そういった時にも合わせて、はい、車間距離をキープして車速を維持していくと、はい、まあ、本当に長距離を乗る時にはもう安心で、そうですよね、楽ちんな装備になりますね、はい、まあ、運転が慣れてる人、自信がある人とかでもね、やっぱり疲れてきたりとか、そうですね、長距離を運転してると、こういったリスクもありますから、はい、非常に楽な、便利装備だと思います。いや本当に、はい、一度ね、これ味わうと本当にいいなと思いますもんね。はい、まあ、特にデリカお乗りのお客様は、はい、やはりレジャー、スキーとか、うん、はい、アウトドアですとか、で長距離をドライブされる方も非常に多くて、はい、そういった時にもこういった機能っていうのは、うん、より安心に出かけられる、そうなんですよ、はい、ものだと思います。これから、ね、雪山にスキー、スノーボードで散々遊んできました、その帰りまた長距離運転するとなると結構こう、ね、負担なんですけども、はい、まあね、安全運転はもちろんなんですが、まあ、こういったアシストもついてると ね、はい、ね、非常にこう安心感があるのかなというふうに思いますね、はい、はいはい、ということで、いいアシストの話も伺ってまいりましたが、はい、質問の方も来ていますでしょうかね、ちょっと覗いてみたいと思いますが、はい、今までエンジンブレーキの効きがよく、また学習して減速チェンジもしてくれたんですが、発速オートマチックになって、発速オートマチックになり、エンジンブレーキの効きが悪くなったりはしていませんかといただきました。ですね、はい、現行モデルは、うん、インベックスという当社 のオートマチックの制御技術で、はい、ご質問の方がおっしゃられたような機能を持っていますが、はい、今度の発足 AT はまたそれに代わる機能を入れています、はい、例えばですね、はい、加速している途中で、アクセルを抜くと、はい、まあ、巡航スピードになったのかなということで、普通はシフトアップをします、はい、ただそれが前の走ってる車がスピードを上げなかったので、はい、車間が詰まってきちゃいましたっていう時にスッとアクセルを抜いた時に車がギアアップをしてしまうというようなことも普通あるんですけど、この今回の 新発足 AT の場合は、はい、スッとアクセルを抜いたときには、すぐにシフトアップしないで、うん、その不要なシフトアップを防ぐっていうんですかね、はい、という機能も入れていますし、うんうんうん、あとは上り坂や下り坂も検知をしていますので、はい、これも同様に上り坂なのにアクセルを抜いてしまうと失速をしてしまうので、はい、上り坂であればシフトアップを抑制して低いギアで力のある状態を維持するとか、はい、下り坂であればエンジンブレーキが効くようにそのどんどんシフトアップするようなことをしないとか、はい、そういったことも入れていますので、同様にそのよく制御された、はい、AT になっていると思います。うん、あと先ほどの回で増岡さんがおっしゃってたと思うんですけど、はい、自分で減速をしていくときに、はい、下のギアの回転に1回合わせて1個下のギアに落とすっていうグリッピングというようなことをしてシフトダウンができるようにして、そのギクシャク感をなくすっていうのもやってますので、はい、まあ、今までのモデルにもついていた賢い機能は、はい、新しい 8AT でも、まあ、賢い機能として、はい、まあ、引き継いでいるという、ね、継承されていると、はい、はいはい、ありがとうございます。続いてそうだ、あとエンジンブレーキですね。エンジンブレーキは同じ、といえば同じです、はい、同じといえば同じという言い方はですね、はい、今までの車速で6速で走ってたのを、はい、8速で、まあ、細かい切り方で、やってきますので、はい、
今まで6から5にした時のエンジンブレーキの効き方と8から7にした時のエンジンブレーキの効き方は、はい、それ多少は弱く感じると思います、はい、ただその時にはその減速望む減速のレベルに合わせて、はいはい、もう一つ下げればいいとかっていうようなことになるかと思います。だからこう言い方があればより繊細にこうコントロールできるようになったのかなと、ね、いうところですかね、はい、エンジンブレーキも。そうですね、うん、加速のシフトアップにしろ減速のシフトダウンにしろ、はい、今までの6段階で制御してたのが8段階の制御ということですので、はい、その辺の制御の幅がより細かくなって選択肢が広くなって、はい、であとそのシフトのアップダウンのショックというのも非常に小さくなって、はい、滑らかですね、滑らかになっていると思います。ですね、はい、なのでその辺は安心していただいていいのかなと思いますけどね、はい、ご安心いただければ。気が悪くなったということですね。またパドルシフトを使っていただいて、そうです、はい、まあ、積極的にこう運転を楽しめますし、はい、まあ、ドライブレンジにしとけば、車の方でやってくれると、はい、うん、はい、続いての質問なんですが、はい、SAWC は搭載してますか。はい、はい、ということですか、はい、この新型デリカ D5 では、はい、SAWC というもの自体は搭載はしていないんですね、はい、いないんですね、はい、SAWC と言います、まあ、AWC と言いますのは三菱自動車の四輪駆動の、はい、統合制御技術の総称なんですけれども、うん、はい、その中でも SAWC スーパー AWC と言われているものは、前後に比べ加えて、はい、左右の車の向きの力も、コントロールしますというところまで入れたものです。はい、例えばコーナーを回っていくときに、はい、外側に膨らんでしまいそうなときには、はい、内側のブレーキを軽くつまんで内側を向けるとか、はい、もしくは思った以上に内側に行ってしまいそうなときには、はい、外側のブレーキを少しつまんで適正なラインにするっていうような制御をしているんですが、はい、まあ、かなりコーナリングをこうしっかりスポーティーにっていう高いレベルでっていうときに非常に使える、うん、発揮する機能なんですけれども、はい、デリカ D5 については立ち上がり今回のモデルについてはそこまでは入れていないです。うんうんうん、ただよりレベルの高いものという意味では、はい、ちょっと将来的な課題、うん、課題というか将来的な、はい、アイテムかなと思っております。うん、なるほどね、はい、さあ、もう一つ来ておりますね。もう一個だけ、はい、ごめんなさいね。走破性能のところで申し上げますと、はい、SAWC ではなくて AWC の中にトラクションコントロールっていうスリップ制御の、はい、機能があります。うん、もう空転してしまって前に進まないときに、はい、例えば後輪がスリップをしてしまったときには全然前に進まなくなるんですけども、スタックしたときとか、はいはい、空転しているとこ車輪にブレーキをかけることで、はい、力を空転してない方の、うん、タイヤの方に回して、はい、脱出していく前に行くっていう制御が入ってるんですけれども、はい、今度の新型デリカではそのトラクションコントロールの制御をよりスピードアップして、はい、よりスムーズに脱出できるっていう機能も高めていますので、はい、はい、雪道とか、はい、ね、スタックしてしまった時とか、はいはい、というのもアクロス走破性も含めて、はい、走行性能を高めたポイントになります。はいはい、じゃあ続いてなんですが、はい、ミニバンは運転しやすいの？マルチアラウンドモニター以外にも視覚を減らす工夫はありますかといただきました。はい、はい、まあ、さっきです、ね、はい、アラウンドモニター、ね、やりましたけど、はい、じゃあちょっとせっかくなんで車内に移動してお話を伺ってみようかなと思います。ミニバンの運転のしやすさっていうのは、はい、この車に限らずなんですけれども、はい、基本的にアイポイントの高さ、まあ、ちょっと座っていただくと、はい、じゃあ私座らせていただきますね。視線の高さっていうのがやっぱり一番いいと思います。はい、うん、でデリカ D5 は、まあ、アクロ走破性のことも含めて少し車高が高いっていうのもあって、はい、非常にアイポイントが高いので遠くが見渡せますので、うん、はい、そういった意味ではまずそういった運転のしやすさがあります。うん、で、そうですね、
それ以外 の, その車の構造という意味では、はい、先ほど出ました電動パワーステ、これ非常に軽いこの取り回しのしやすいものになってますの で, す、ね、はい、そこが運転のしやすさになるかと思います。そうですね、私も試乗させていただいて、はい、それをすごい実感しました。そうですね、はいはい、うん、で、まあ、あとはこのデリカ D5 のボディスタイルはご覧いただきますと、はい、分かりの通り非常に四角いボディ形状をしてますので、はい、車の四隅が分かりやすい形状になっています、うん、はい、で最後に今のモデルはマルチアランドモニター、はい、新型デリカはマルチアランドモニターっていうのが入ってきますので、はい、やりましたが、こちらですね、はいはい、マルチアランドモニターバックに入れるとこのように、ね、はい、出てくる。でボタンを使うことで、はい、切り替えができましたね、はい、表示切り替えができますので、はい、これは今ちょっと今これ助手席とちょうど後ろの後部のね、そうですね、スライド場の間ですね、はいはい、左側に幅寄せをしていくときには、はい、今の、カメラのモードを使っていただくと、うん、よくギリギリまで、そうですね、寄れたりもしますよね、はい、はい、ここの部分ですね、これが見えてきますので、はい、ここに溝があったりとか、はい、垣根があったりとか植木があったりとか、うん、っていうときにもこれを見ることで、はい、はい、これはバックに入れなくても、はい、前に進んでる時も映せますので、そうなんですね、はい、うんうんうん、で今バックに入れてますので、はい、メインの画面では、リアが後ろを見てますけど、はいはい、でこれはあとはハンドルを切ることで、はいはいはい、どっちに進んでいくかっていうのが分かりますの で、はいはい、車庫入れをするときにはこれで、うんうん、はい、確認することができると、ラインに沿った車庫入れができると、はい、はいはい、まあ、こういったところでマルチアランドモニターでは確認できるんですが、それ以外にも視覚を減らす工夫というのはあるのという質問だったんですけどもね。マルチアランドモニター以外の視覚を、まあ、ここの三角窓は、はい、前方の視覚を減らすとか、ね、あとは実はこの A ピラーも、はい、ここのピラー部分、はい、A ピラーと言います。 A ピラー、はい、ここも現行モデルから厚みを少しはい、抑制しまして、まあ、少し視認性を上げています、うんうん、はい、で実際にはこれ視認性そのものには良くなってはないんですけど、ここは、はい、白かったんですけど、はい、この部分は今度は黒くして、まあ、視覚的な圧迫感を抑制しているというのはあります、はい、運転のしやすさという意味はこれはちょっと違いますけども、はい、三角窓と、まあ、あとマルチアランドモニター、はい、あとは、まあ、高さのあるサイドミラーもそうかもしれません、はい、サイドミラーも上下方向にありますので、はい、